お隣さん、またもバレバレな嘘記念説を主張してしまったようです。日本のものなら何でも、これは韓国が起源と主張するお隣さん。今までどれだけのものを自分たちの起源と主張してきたでしょうか。ソメイヨシノ、寿司、忍者、カメラ付き携帯、長崎ちゃんぽん、ビートたけし、数えきれないほどのものを韓国起源としてきましたね。一周回ってなんかもう面白くなってきました。そんなお隣さんがまた韓国起源説を主張したという情報が入ってきました。それがトイレに関するあるもの。韓国のトイレといえば有名なのが、拭いた髪を流さずにゴミ箱に捨てるという独自文化。韓国を旅行して驚いたという日本人の方も多いのではないでしょうか。まさかこの文化を自慢したいのでしょうか。それともトイレの水でコップを洗う文化。今回は韓国のトイレ事情について、海外の人たちの反応も含めて詳しくご紹介していきます。それでは行ってみましょう。中国のポータルサイトジンリートウティアオに、韓国のトイレが最も清潔と題する動画が掲載され、物議を醸していました。この動画は過去に放送された中国のバラエティ番組生活大不動の一コマを収めたもの。その番組は世界各国からゲストを呼び、異なる文化や習慣について語り合うというものなんですが、ある回でトイレがテーマに選ばれた時、韓国人女性がこう発言したのです。トイレの清潔さなら韓国が世界一。用を足す時に音が鳴るじゃないですか。韓国にはその音をごまかすために水の音が流れる機械があるの。かなりツッコミどころ満載な発言ですが、これはあくまでテレビ番組。他の共演者はそれはすごいと大絶賛し、女性も鼻高々といった表情。ちなみにこの時日本人は出演していませんでした。しかし中国のネットユーザーからは異論が噴出。韓国人は自尊心が強すぎる。その自信はどこからといった声のほか、清潔といえば日本でしょう。気まずい音をかき消す装置は日本人が発明したんじゃなかった。日本人が笑ってるよ。日本人はこんなにひけらかしたりはしないのにな。といったコメントが相次ぎました。それも当然。中国人はトイレに清潔さを求めていて、日本のトイレの清潔さや快適さもよく知っているんです。その証拠に中国人観光客による爆買いの人気商品もトイレの便座でした。なんと2015年には爆買い対象ランキングで1位の医薬品、2位の化粧品に次いで、ウォシュレット便器が第3位に輝いているのです。便器ばかりを買って帰る中国人の姿って、ちょっと異様ですが。まあ、それはさておき。そのため、韓国人女性の発言に批判が相次いだのでした。ちなみに、トイレの音をごまかす機械の正式名称は、トイレ用擬音装置。音姫というのは、TOTO が開発した商品名で、1988年に開発されてから大ヒットを記録したために、正式名称より商品名の方が有名になってしまったというわけです。このバラエティ番組で発言した韓国人女性は、乙姫を韓国起源だと主張してますし、トイレの清潔さなら韓国が世界一とか言っちゃってるんで、おそらく韓国と中国以外外に出たことがないんじゃないでしょうか。無知とは罪なものですね。ここからは韓国のトイレ文化を見ていきましょう。まずあちらのトイレといえば、拭いた髪を流さずに個室内のゴミ箱に捨てるという文化。これは未だに残ってます。そのせいで韓国のトイレはめちゃくちゃ汚いのです。しかもウォシュレットもほとんど普及していません。それで拭いた髪をゴミ箱に捨てたらどうなるか、ちょっと想像するだけで身の毛もよだちますね。ではなぜ韓国では髪を流さないのでしょうか。いや、流さないのではなく流せない理由があるようです。これに関しては諸説あります。韓国国内で言われているのはトイレットペーパーの紙質。ネットでの情報ではありますが、その昔は新聞紙と同レベルのトイレットペーパーを使っていたのだとか。そりゃ詰まるはずです。
一方、海外で言われている韓国のトイレで髪が流せない主な理由は、水圧の弱さ、トイレの排水管の細さなどです。これに関しては、いろいろな原因説があり、現時点では明確なものがどれかわかりません。しかし、21世紀に入ってからは、さすがに韓国もこの文化から脱却しようと努力しています。2018年、韓国では平昌冬季オリンピックが開催されましたが、この時、韓国五輪委員会が心配していたことの一つが、トイレの汚さでした。この不安は、五輪による観光効果を狙っていた韓国政府にまで届き、政府レベルである解決策が出されます。その解決策というのは、ゴミ箱を撤去することでした。2017年5月、韓国は公衆トイレなどに関する法律を改正。そして、公衆トイレからゴミ箱が姿を消しました。捨てる場所がなければ、拭いた紙を捨てないだろうってことですね。しかし、この作戦は大失敗に終わります。拭いた紙がそのまま床に捨てられるようになったのです。捨てる場所がなければどこにだって捨ててやるとなったのですね。もう大惨事というほかありません。しかも逆にこれまではゴミ箱に捨てられていたものがトイレに流されるようになってトラブルも続出しました。そう、トイレの詰まりです。ソウル地下鉄の公衆トイレでは便器の詰まりがゴミ箱撤去後に急増。撤去前の7月には月間約650件でしたが、撤去後の8月には約1000件、9月には約1500件にも上りました。2倍3倍レベルで増えてしまったのです。まさに地獄ですね。詰まったトイレからはテイクアウト用の紙コップや残飯、下に携帯電話などが発見されたそうです。おいおい、韓国の皆さん、何を流し始めてるんですか？そこはトイレですよ。拭いた紙は流さないのに、こういうものは流すって、ちょっとひどいですね。何を考えているのか、全くわかりません。ちなみに、ゴミ箱が撤去された時には、韓国当局から、こんなコメントが出されていました。今回の法改正は、グローバルトイレ文化を主導する韓国のトイレ文化の品格をさらに向上させるものだ。品格を向上させるどころか、品格の低さを全世界に明らかにしてしまったようですね。それはそうと、グローバルトイレ文化って何？って感じではありますが、グローバルと頭につければ、何でもそれっぽく聞こえてしまう、コリアマジックですね。拭いた紙を流さない、流せない時点でグローバルトイレ文化を主導するとか、話にもなりません。結局、拭いた紙を流さない文化の根底には、インフラ整備がお粗末という理由が潜んでいたんです。この問題は、ゴミ箱を撤去するという表面的な措置だけでは解決できません。古くて細い水道管を交換するという根本的な解決策が必要でしょう。地下鉄のトイレをはじめ、ロッテデパートなどの高級百貨店などでは、姿を消しつつあるゴミ箱ですが、街中にあるカフェやお店のトイレなどでは、まだまだトイレ内にゴミ箱を見かけることがあります。なので、韓国のトイレには、場所によって、紙を流してくださいとか、紙を流さないでくださいとかの注意書きがあるみたいですよ。まあ、統一されていないとわかりづらいですよね。そういうわけで、韓国では、未だに、拭いた紙は、流さずにゴミ箱に捨てるという文化が生き残っているわけです。残念ですが、この結果は当然かもしれません。世界中を見渡すと、髪を流せない地域は多く残っていますが、ある程度発展していて髪を流せないのは韓国だけ。ちなみに韓国ではトイレとお風呂が一緒になったいわゆるユニットバスが広く普及しています。あれの匂いがする部屋でお風呂に入って気が休まるとは思えないのですが、トイレとお風呂が分かれた物件はまだまだ少ないそうです。分かれている物件もお高めなマンションなどに限られているのだとか。さらに、韓国では、そもそも、トイレが個室になっていない物件も数多く存在します。例えば、キッチンとトイレが一緒になった部屋などは、目にする機会も多いそうです。シンクとコンロ、その隣にトイレといった感じです。日本人からすれば、信じられないような驚きの間取りですが、こういう物件は結構多いみたいです。しかも、
この間取りでも、拭いた紙はゴミ箱に捨てるのですから、本当に信じられません。この部屋で作られたご飯は、絶対に食べたくないですね。この他にも、キッチンとトイレの間に、何もなくて、薄い間仕切り1枚だけとか、キッチンからは離れていても、廊下や部屋の隅に、便器がむき出し状態で設置されているといった物件も多いのだとか。また、半地下の部屋では、トイレが天井近くに設置されています。その理由は、下水管の高さに合わせるため。半地下の床にトイレを設置してしまうと、地上近くにある下水管まで、ポンプで汲み上げて排水しなければなりません。ポンプ台や電気代を抑えるために、天井ギリギリの高い場所に設置されているのです。ちなみに、このような半地下のトイレでも、隣にはシャワーが備え付けられています。隣国では、どこに行っても、トイレとお風呂はセットのようです。そして、トイレがあれば、ゴミ箱に捨てられた使用済みの紙も一緒についてきます。よくこれで、トイレの清潔さなら韓国が世界一と言えたものだと、逆に感心してしまいますね。ただ、この状態でも、お隣さんは、清潔と感じているのかもしれません。2018年に、衝撃の事実が公表されました。外国人観光客も多い中国と韓国の高級ホテルで、清掃員がトイレとコップを同じブラシで洗うなどの想像を絶する動画や映像が次々とあからさまになっているというんです。朝鮮日報電子版によると、テレビ朝鮮の番組が韓国ソウル市内の5つ星ホテル3カ所の実態を報じ、衝撃的な映像が公開されました。1泊1人当たり2、3万円するホテルなんですが、スポンジを手に持った清掃員は、便器内の水を使って便器を清掃し、そのまま同じスポンジで客室内のコップを洗ったというもの。さらに、コップを拭くのには、前のお客さんの使用済みタオルを使う始末でした。聞いてるだけでもう気絶してしまいそうです。そして、驚くべきことは、実態調査を実施した3つのホテル全てで、似たようなことが行われていたことでした。この話、5つ星ホテルですよ。一流ホテルでこれなら、二流、三流ホテルは、もっとひどいんじゃないでしょうか。しかも、このようなトイレの水清掃は、一つのホテルで行われていたわけではありません。後の調査では、一泊10万円以上の超高級ホテルでも、トイレの水清掃が行われていたことが明らかになっています。このホテルでは、コップは使用済みタオルで拭くだけだったのですが、トイレ用スポンジとトイレの水で洗面所は洗っていたそうです。感覚が麻痺してきて、トイレの水でコップを洗っていないだけマシと思ってしまいますが、使用済みタオルで拭くというのも、かなり不潔です。本当に恐ろしい話だと思います。ちなみに、2018年の平昌オリンピックでは、ノロウイルスが猛威を振るいました。ノロウイルスの感染経路は、主に感染者の排泄物。排泄物に含まれるノロウイルスを、知らず知らずのうちに、口にしてしまうことが原因です。トイレの水で洗ったコップは、理想的な感染源と言えます。清掃員は、そうした利用客が、疑いもなく綺麗だと信じて客室を使用している状況を利用し、自身の仕事の手を抜いていたのでしょう。これが、楽に仕事を済ませようという次元の問題ではなく、宿泊客を危険にさらす行為であることに気づいていないのか、罪悪感を感じないのか、モラル破壊の恐ろしさを感じさせます。報道によると、基本給への上乗せを目指して、多くの部屋を掃除するために、一部屋あたりの清掃時間を短縮する傾向があるらしいんです。まあ、効率よく仕事をこなしたいというのもわかりますが、それにしても、そこで手を抜いちゃダメでしょ。韓国に旅行に行こうと考えている人は、いろいろと覚悟をした方がいいかもしれません。さて、こういった韓国のトイレ文化ですが、最近では海外でも知られるようになっています。韓国のトイレについて、盛り上がっていた海外掲示板のコメントを一部ですが見てみましょう。おえー、どうしてこんなことを。水洗トイレがあるんだから流せばいいじゃないか。古い排水管だと詰まるから流さない。新しいものに変えてもこれまで通り流さない。そういうわけでゴミ箱に捨てるのが習慣になっているんだよ。トイレットペーパー用のゴミ箱があること自体が衝撃だ。
そんな無意味なものが存在するなんて。皮肉だけど、こうなっているから、韓国人は病気やウイルスに強いんじゃないか。どうして使った紙をゴミ箱に入れるんだ？匂いは気にならないのか？意味不明だ。以上が海外からの反応です。衝撃を受けているコメントがかなり多く寄せられていました。ただ、発展途上国や水が少ない地域からは、ゴミ箱に捨てるのが当然だったり、水に流せるトイレがあるの？といったコメントもありました。と言っても、韓国は砂漠地帯でもありませんし、自称先進国なので参考にはなりませんね。いかがでしたか？今回は韓国のトイレ事情についてお伝えしました。当チャンネルの感想ですが、最近の韓国は実質的に G8 とか名実ともに先進国とか自称しています。先進国だったらトイレに紙を流せるようにちゃんとした水道管を整備してほしいですよね。使用済みのトイレットペーパーが散乱しているトイレなんて絶対に使いたくありません。まあでも経済事情に関しては韓国はもはや先進国どころか後進国レベルにまで落ちてしまっているので、それどころじゃないかもしれませんね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。